ポンタです。ジョーです。いつもご視聴ありがとうございます。今日は久々にニューヨークオンリーからお届けいたします。今日は何の話題でしょう。天皇陛下、愛子、次の天皇に。天皇陛下がついにそのようにおっしゃったのですか。いや、おっしゃったわけじゃないんですけど、天皇陛下からの教育の賜物としてね、父子相伝っていう、一子相伝っていうそうなんですけど、こういうなので。日々積んでこられた研鑽で、帝王学教育が花開くということで、これ何を言ってるかというと、先日の、ケニア大統領の昼食会、大評判でしたね。そうですね。で、昼食会、これ体調不良で欠席されたっていうキーコさんですけど、実態はどうやらなんか出なくてよろしいみたいな感じで、結局そっちだったんですね。噂されてるらしいですけど、おかげさまで愛子さまが、臨時っていうか、代わりに、出られたんですよね。で、で、これ、海外でもね、ちょっと記事になってるくらいなんで、すごいんですけど、これ初めてですよね。こういう国際親善の場で、愛子さまが出てこられてっていうのはね。で、写真も公開されてますけどね。このホワイトの装いに、帽子とパールのネックレスっていうので、しかも、このルト大統領とケニアの閣僚の間に着席されてるっていうので、これも話題なんですって。堂々とその大統領の横に座ったんですよ。それで、愛子さまはね、ちょっと入ってきてるとこからの動画見ました？ずっと、天皇陛下が手招きして、こちらですって言って、座るとこからずっと映されてますけど、動画が。座ってすぐにあの女性の閣僚の方とバーッと話し始めて。喋りましたよね、すぐにね。すぐに喋ってますよ。でずっと延々とも、なんていうんですかね、いわゆる堂々としてましたね。お互いにこう話が、しかもにこやかなんで話が弾むっていう感じで、さすがにすごい、しかも英語じゃないですか。冒頭の挨拶はね、スワヒリ語で、なんか最初、あれだったんですね、メディアがわけわかんないから、How are you とかっていう、紹介したらしくて、いや、スワヒリ語で、だから違うよって言われて、突っ込まれてましたけど、ね、最初にスワヒリ語で、こんにちはって挨拶されて、あと、英語で、で、さすがに通訳さんが横にいなかったですよね。ずーっと二人で喋ってるのが出てましたね。なんか通訳全くつけなかったという話もありますよ。その話を今回したいんですけど、その話で言えばですね、これは、やっぱり天皇陛下がね、これ、簡単に言えば、やっぱ愛子さまが天皇陛下にもしなったらということで、帝王学をやっぱり、してたらしいですよ。で、だから今回こんなにうまくいったんですって。それはやっぱり、愛子さんも普通に考えれば結婚されれば外に出ていくっていう感じなんですけど。でもね、天皇陛下のお嬢さんって一人娘じゃないですか。はい。だから、血統から言ったら、私あんまり血統とか言いたくないんですけど、本当に血のつながりから言ったら、一番今の天皇のすぐ下なんだから、愛子さまでしょ、直系で、一番長子って言うんですかね、一番長子、そうそう、一番長子の原因だから一人しかいないわけだから、でもこれが男だったら、愛子さんが男だったらもう問題なく皇太子だったわけですよ。でもそれはちょっと今の時代で女だからダメっていうのは、大体時代の流れからしておかしいと思います。確かにそうですね。だから海外からも、だからなんとなく、違和感があるのはね、よその国なんか特に変ですよね。イギリスの有名なイギリスだって、エリザベス女王が
トップだったんだから。もうずいぶん昔からトップだったんだから。そんなの考えると日本なんか遅れてるって言うと、すぐにいやいや日本は男系男子ね、あの千何百年続いてるとかね、なんとかかんとか言い出して世界で唯一なんだってすぐ言うんですよ。すぐそのくだらないことで、わけのわからないことばっかり言うんだけど、まあ、まあでも時代背景としてもね、やっぱり、はい、まあ、天皇陛下も俺をこういう時のために、ちょっと男だから女だからと言って分けるのはおかしいと思います、今の時代。そうそう、特にね今はそうなんですけど、まあもし天皇陛下、あの自分の娘であるところの愛子様が継ぐ時が来たらということで、帝王枠を施したというわけじゃないですか。で、そのためにやっぱり英語もね、だから我々は知らなかったけど、まあ、あのちゃんと教育されてたんでしょうね。この他のこともそうですか、マナーも全てそうですけど、あのそれは中で接触のある方は少しは知ってたらしくて、あのまあそれそうでしょうね。うん、特に高校になった、高校生になった頃で天皇陛下にその近況を質問されたらこんな話が出ていますっていうのの記事が出てるんですけど、その中でもね、あの愛子さんは昨年4月に学習女子高等学高等学生として新たな一歩を踏み出しましたが、引き続き多くの友達と先生方に囲まれ充実した高校生活を送っているようです。そうした中で関心もいろいろな方向に広がってきているようで、勉強でも勉強面でもスポーツの面でも、また社会に対しても幅広く関心を示しています。また外国からのお客様が東宮御所にいらした時には、愛子さんも少しずつ英語でのお話に加わる機会が増えており、海外に対する関心も膨らませていますというのが、このあのその時皇太子だった今の 天皇陛下なんですけど、お誕生日の際してのことについて自分の娘である愛子様のことを話してるんですけど、まあ英語でお話に加わってるっていうふうに言ってるっていうことは、まあやっぱりその時から高校生の頃から英語を喋れるようなふうに教育してたってことです。これ自分の言葉に出てる、ね、出てるんですよ、うん、なんか知らなかった、はい、高校生の時にあのすごい特訓したみたいなことを おっしゃってる、うん、書き込みをしてくださった方がそうのように、ああそうですか、うちのコメントもね、はい、ありがたいですね、よ、あの、はい、よくあのご存知なんですね。私はちょっとそこは分からなかったので、はい、あれだったんですけど、それでやっぱりね、もうその当時からいわゆる外交ができるようにっていうので、あのそういうふうにやっぱりその特に両親といっても雅子様ですね、これはもう外交のプロだったんで、外交官だったんで、事実まあ当然なんだろうけど、ね、その外国からの来賓と交流なさるときは愛子様も同席されて、あの高校1年生の頃から少しずつ経験を重ねてこられていたんだなと思いますというような話がね、あの柘植さんですか、この方もあの触れられていますけど、やっぱり、うん、あ、じゃ あのお出になってたんですね、そういう場にね。うん、よかったですね。逐一そういう話は知らなかったですけど、はい、うん、でやっぱりこれは報道されて、うん、報道されてなかっただけって感じですね。そうですね、あまりそういう記事があんまり出てなかったと思うんですけど、さすがにね、あの血は争えない、雅子様の娘さんなんで、これはまあ一般の方よりはなんていうんですか、そういう能力というとちょっと言葉があれですけど、そういう DNA 的にも良かったんじゃないですかね。得意分野だという気がしますよ。特にはその語学については。で、それを、そうですね。うん、はい、それはでもね、今の時代にあっては、あるいはあとは、天皇陛下自体もね、あの、イギリスで留学されてますしね、大学で。あの、はい。うん、もちろん雅子さんはそれどころじゃない、あの、ハーバード大学の出身ですけど、まあ、やっぱり、海外に、あの、見聞を広めるっていうのか、そんなのは若い頃からね、親しみを持ってやられているので、まあそういうことが大事だっていうことを分かってるんでしょう。だから、まあ、
ね、実際、高校時代には一度イギリスに短期留学されてるんですってね、愛子さまね。あ、なるほど。うん。で、まあ、それはまあ短期ですけど、大学の、その留学とはちょっと違うかもしれないけど、やっぱりそういうふうな認識があったんでしょうね。だから、公になんていうんですか、今回、学士院の卒業の後に、オックスフォードでも行くのかなと思ったけど、それをするほど、でなくても、もう下準備がされてたっていうかね、うん、公務として、海外に行かなくても十分なんていうか、日々、そうやって、ある意味、研鑽されていたんじゃないですかね。そうすると、まあ、それは知らなかったけど、こういう時に、代理の時にね、予定されていたもんじゃないにしても、パッと出た時に、代打で出た時に、パッとこの、元々の能力っていうか、持ってるものがいっぺんに出てきたので、まあ、みんな、驚いちゃって、絶賛の嵐ですけど、それは知らなかったからですよ、みんな。あんまり認識してなかったから。余計、光り輝いたと思うんですけど、ただ、天皇皇后両陛下らしいなと思うのは、奥ゆかしいというか、あまり宣伝をしない人たちですから、古代にね、自分たちの、なんか、アピールはあんまり。まあ、普通はそうですよね。うん。特にでもこの、この、ご夫婦はそうじゃないですか。その、歴代の天皇陛下から見ても。でも、片谷の NMA さんのとこは、そういう意味では、とにかく何かあればアピールする。特にキーコさんがね、いうタイプの人なので、なんかそこがかなり違う。うちの息子は優秀だ、優秀だっていうふうな、この、もう、プロパガンダっていうのか、するわけじゃないですか。そこと比べると。隠蔽しながらね、捏造して、うん、で優秀だ、優秀だっていう方と比べたら。で、逆バージョンだからね、古代に言ってるわけで、内容よりも古代に言ってるのと、こっちは、天皇陛下のとこは、だから、はい、本当はすごいんだけど、あまり、あえて言ってこなかったって。だからわかりました。うん。そういう意味で、やっぱりちゃんと、つまり、天皇陛下は、口には出さないですけど、やっぱりこの、自分の娘である愛子様を、次の代に据えたいっていう、お気持ちはあるんじゃないですかね。だからこその、まあでも、そうしたらありがたいですよね。だってそのように教育してくださってるし。うん。ちゃんと帝王学でね。なんていうのかな、うん。国会でそういう審議になった時にも、もちろん押してくださるじゃないですか。そう。皆さんもだから、これ、今回相当だから。もしそれが嫌だったらやめてくださいなんて言いかねないけれども、まあそれはないでしょ、絶対。うん。いや、本人もね、やっぱりどんどん自覚が出てきてるんだと。この赤十字に就職されたのもそうだけど、まあ、その公務をやらないといけないというのが強く認識したんじゃないですかね。事実、あれじゃないですか。宮内庁の方にはホームページにね、愛子様のその日程というのが一度出たんですよ。で、まあ、それは何かというと、出たんだけど、もう引っ込んじゃって、今はないですけど、一時だけ出たんです。独立して。愛子様の日程というの。でも、それをなんか女性セブンですか。問い合わせたら、いや、なんていうか、試験的に、ホームページを作ろうと思って、業者に頼んだら、なんか、出ちゃったっていうので、言うんだけど、要するにもう、宮内庁のも分かってるわけですよ。愛子様の公務がある、これからあるんだっていうことの認識で、愛子様の日程っていうのを別立てで、用意しとこうと思って作らせたらしくて、ホームページをね。で、間違ってもパッと先に出ちゃったんだけど、やっぱりつまり、用意はしてるわけですね。卒業されたら本当にまた出てくると思いますけど、そのホームページのね、中の一項目としての愛子様の日程っていうのは。つまり、まあ、宮内庁もそうだし、天皇陛下も、まあ、多分、時代、もう少し日にちが経てば、愛子様、自分の娘が、私の、次です。天皇になっていただきますというふうになるというのを、やっぱり少し意識されてんじゃないですかね。
うん、黙って何もなんか普通にしてるわけじゃないっていうのが今回分かったので、ああやっぱりそうなんだっていう、うん、天皇陛下自体がそれを、まあ、考えていらっしゃるっていうか、まあとにかくね、ニュースのなんかそのコメントとか SNS でもなんかそのとにかくねすごかったらしくて、今回それをこの実際に、週刊誌とかがね出してますけど、すごいこう皆さんこれについては今回はもう本当にびっくりしてるというか、称賛の嵐なんであれですけど、それは実は天皇陛下がちゃんと帝王学として日々研鑽された賜物っていうのが背景にあったっていうか分かって、なるほどっていうのが今本当に納得しました。つまりそう考えるともう全然もう一つの江ノ宮とけど違いますよね。もう決定的に違う。江ノ宮、いくら男系男子で江ノ宮さんのとこに男の子がいるからってそういう教育も一切されてなければ、まあ人前で意見を言うこともまあそんなに得意じゃないし、語学もそんなに得意じゃないし、言ったらどうしてそういう人を後継者にするのってなりますよね。ちょっとね、無理をさせすぎなんですよ。本人のね、そのなんていうか、能力に合わせて、で普通の。いや、本人の能力もそうだけど、うん、それがもし天皇になるんだったらですよ、うん、やっぱり帝王学とかを学ばないとダメでしょうが。そう。そこの、ね、根本的な、まあね、これはね、ある意味ね、そうなんですけど、お父様である江ノ宮様、帝王学を多分受けてないと思う。つまり自分は天皇になる方の代じゃなかったんでね。いや別にお父さんは受けてないのは、うん、まあいいんですよ。で本当にならなければね。あまりそういう部分でもまあなんかそういうものが分からなかった。自分は受けてないもんだから。だからなんて、うん、なんていうのかな、国民のことを考えない、うん、まあもうだから前言えば勝手な生活してるんですよ。江ノ宮様とかは、まあ、普通に好きにしてますよね、ある意味。自由に。好きにしてるんだけど、好きにしてる、この財源が国民の税金っていうのが困りますよね。うん、確かにね。好きにしてもいいんですよ、別に。そうそうそう。まあでもそう、確かにそう。そのお金の元はどこからというと、税金でそういうことが好きにできることのね、お金はそこから来てるので、それはよく考えるとおかしいんですけど、まあそれで、H 様がね、うん、今っていうかもう早く本当に国会で審議してほしいですよね。うん、日々そういう風にこうね出てきてるので、まあしかも天皇陛下もそういう風にお考えになってるとかちょっとだけ出てきたので、これはいいことですね。うん、もう、はい、もうちょっとね、はっきり言ってもいいと思いますよ、はい、自分の娘は一つのね、天皇この自分の代の次の候補として、まあ、考えていただけませんかっていう、法律的にね、審議していただけませんかっていうのは、もうちょっとみんなも声上げた方がいいですね、だからね。はい。うん。っていうのも分かりました。そう思います。はい。うん、ということで、今日はこの辺りで失礼させていただきます。ご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございます。ありがとうございました。